皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志11続きやっていきたいと思います。諸軍がね、だいぶ剣閣を越えて近づいてきましたね。まあそろそろあと 2,3 ターンで、迎え撃たないといけないという形ですね。まあその前にね、年明けそうですからね。まず武将同様的には、昭和も厳しい。高祖さんがいるんですね。まあ最祖はまず無理ですね。移動しちゃおう。とりあえず深夜にね。頑固やね。ホセさんが玄関隊についてるんですね。さあ、どこまで近づくか。あと。
ああ嘘。やっぱり難所工具になるからちょっと減るんですね。うん、うって言ってましたね。だいぶお米増えましたね、ありがたいことに。まあ、しばらくこっちは大丈夫。陶石がね、もったいないんでね。しちゃいましょう。兵士は3000残していいか。5758、お金はいいや。3000分ぐらい残しときましょう。865よいしょ。進め！急げ！は！承知。スパイさんがね、ちょっと落ちてきましたね。長所さんが、だいぶ。岐阜さん、かくいさん、あの子にいるの？開放がいいですよね、やらすんだったら。
ろそろですね。さあ、ああ、賀来さんでも、うん、長老さんでもいけるんだ。長所さん入るのは大きいね。さんがね、何ピンにいるのにちょっとびっくりしたんですけどね。どういう経緯なんだろうね。してみましょうか。よし、これで迎え撃つ準備が、できるので、孔明さんもね、時短には戻ってくると思うんで、もう戻ってきてんのかな。あ、まだですよね、やっぱり。馬長さんと同じ体で行くのはちょっともったいないんで、その前に完食で、馬長さんを、よいしょっと、はい。まあこんな感じですかね。
よし、まずね、超人さんをここから足止めしましょう。やった今、ターン。これやちょっと見にくいんでね、45度ぐらいターンしましょうか。なんなりと。そら。行け。どこいいんだけどね。炎鉱さんちょっと連れてくのもったいないんで、この二人でいいや。今ねちょっと出すのを渋ったのは、流言がもしかしたらまた指導に対して、ダメだね。全速前進。これで あとは、人材投与ができるかですね。
そういうことか。13,000だから、8,000ぐらいちょっと移動しましょうか。承知。心得た。成功した。岐阜さん、まあね、人材的には必要かどうかちょっと分かんないですけどね、メンツ的にはちょっと欲しかったですからね。これは良かったのかもしれないですね。では今回はここで、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。